私は、ここで、准教授をやっているバンバと言います。よろしくお願いします。今日は X 線で探る宇宙、その熱く激しい姿という、ちょっと耳慣れない X 線って何だろうとか、宇宙の熱く激しい姿ってどんなんだろうというお話を紹介していきたいと思います。まず自己紹介からしたいかなと思います。43歳、滋賀県出身です。滋賀県って皆さん知ってますかね？西の方にあります。関西、関東、アイルランドなんか点々として今ここにおります。これアイルランドにいた時の写真ですね。皆さん、いろんな国から来た研究所の人と一緒に、研究をしていました。で、自分が天文学者になるきっかけっていうのは、小学校の時に見た、銀河宇宙オデッセイというお父様お母様方はご存知かもしれないですという NHK スペシャルでして、卒業文書には将来はノーベル賞を取るなんて書いちゃってました。ちょっと痛い子でしたね。ただ成績は体育以外オール3でした。体育は私小6まで逆上がりができなかったので2位やったんですね。あとはオール3という成績でした。それでもなんとかかんとか現在天文学者の卵と言っちゃもういいかね、ひよこぐらいになってなんとかかんとか頑張っております。で、現在の生活どんな風になってますかと言いますと、こんな感じですかね。しんどい、めんどくさい、飽きたと毎日思っております。毎日毎日憧れの天文学者になったから楽しくてキャッキャウフフっていう感じではないんです。ただやっぱり1年に何日か楽しい、私頑張った甲斐があったと思う日があります。これが1年に何日もある私はとっても幸せだなと思ってます。なので皆さん将来いろんな職業に就かれる方おられると思いますけど、ぜひ自分の楽しいなんだろうと、頑張ったからこそゲットできるこの楽しいなんだろうというのをちょっと探していただけると嬉しいなと思います。こんな新しい発見の興奮のために毎日頑張っております。で、私の自己紹介をしたのでちょっと皆さんのことも調査させていただいていいですかね。この中で小学生の人ちょっとだけいます。中学生の人もちょっといますね。高校生の人がほとんどですね。それ以上の人は結構おられますね。皆さんそれぞれ楽しんでいっていただけると嬉しいです。では早速 X 線天文学とは何だろうと、あんまり耳慣れない単語ですのでこれを紹介したいと思います。じゃあまず目で見える宇宙と目で見えない宇宙、これはハッブル宇宙望遠鏡という望遠鏡で捉えた目で見える宇宙の最果ての世界になっています。ここにちっちゃく映っているのが全部星ではなくて銀河になります。はい、なんとなく皆さんの中で宇宙といったら広くて空っぽ で冷たくて静かで永遠の世界みたいな感じで宇宙ってご存知かと思います。ただ今日お見せするのは目に見えない X 線で見た宇宙というのについてお話したいと思います。じゃあ目に見えない光って何だろうというのをちょっと紹介してみましょう。これ高校生の人は習ったことがありますかね。光っていうのは電磁波と言われるものの一種になっています。で、目で見える光というのは赤や青の光っていうのはある波長、本当に狭い波長の電磁波の一部になっています。で、それ以外にいろいろな光、電磁波があって、例えば携帯電話、スマホなんかで使っている電波、あれも光の一種です。それから、おこたなんかで使う、こたつか、おこた関西弁ですね、赤外線、それから、X 線、ガンマ線といったちょっと耳慣れないものまで全部光、電磁波の一種になっています。ですので、違うのは光の波長だけということになっています。で、たまたま人間の目はここのある特定の波長、光の波の長さの光だけ目が感じるので、そこを光と呼んで見ています。可視光なんていう名前で呼んでいますね。で、今日は特に X 線、ガンマ線のお話になります。で、宇宙にいるいろんな天体っていうのは、いろんな光を出している天体があります。電波を出していたり、赤外線を出していたり、目で見える光、可視光を出していたり、紫外線、X 線、ガンマ線を出している、いろんな天体があります。だけど、私たちは今、X 線という光にこだわって、
星から天体からの X 線を観測をしています。なぜ X 線にこだわるのか、いろんな研究をするときにここで見たら面白いからという理由が必要です。 X 線の特徴と言って、まず X 線って言って何を思い出しますか。 X 線、あ、そうそうそう、すごいすごい、ちゃんと一番を言ってくれた。レントゲン写真だよね。これは、レントゲン博士の奥様の手の写真で、世界で初めて撮られたレントゲン写真です。こんな風に X 線というのは高い透過力があるので、体の中の骨を見ることができるんですね。なので例えば深いところ、それから遠くが見えるという特徴があります。なので目で見える光、可視光では見えない濃い分子雲の中とか遠い宇宙の果てを見るのに X 線は適しています。もう一つ、波長が短い高エネルギーというのが挙げられます。例えば目で見える光、可視光で見た炎の色っていうのは赤だったり青だったりするわけですが、あれ大体温度にして数百度から数千度ぐらいの温度になっています。これだけでもすごく熱いんですが、 X 線っていうのは波長が1万分の1になっていて、エネルギーは1万倍あります。ということで目で見える世界のこういう炎の1万倍高い温度のものを見ることになります。このぐらいの温度です。何度でしょう。はい、何度、数えて数えて、1、10、100、1000万、10万、100万、そうそうそう、1000万度、だいたい数百万度から1億度数億度ぐらいのものがもし宇宙にこの世にあったら、それは X 線で輝きます。そんなすごい温度なものがあるかといったら実はあるんですね。こんな高温高エネルギーの世界があれば、我々宇宙を X 線で見て楽しむことができます。もう一つ、これはちょっとややこしいんですが、花火の色、炎色反応と書かれています。炎色反応、学校で習った人、あ、結構皆さん習ってますかね。例えばマグネシウムだったら白とか、銅だったら緑でしたっけね、そんな色がありましたよね。あれは原子の中の特定の電子がついたり外れたりするときに特定の色が出てくるので、いろんな元素を炎の中に入れるとその色で輝くということでした。 X 線でも同じことができます。ただし X 線で輝くような天体はとっても温度が高いので、もうすでに原子核があって電子が周りを回っているという形をとっていません。ほとんどの電子はハゲチャビになっていて、もう原子核の周りに電子が1個回っているだけ、2個回っているだけみたいなプラズマになっています。そういう中である元素があれば、このエネルギーの X 線で輝くという特定 X 線というのがあります。ですので X 線で観測すると、そこにあるどんな種類の元素があるか、物質がどんなぐらい温度があるかということを調べることができます。これはスプリング8というハリマにある大きな研究所で、ここでは X 線を物質に当てて、そこにどんな元素が入っているかというのを調べたりしています。これと同じ原理が宇宙でも行えるわけです。このように天体からの X 線を調べると、目で見える可視光では見えなかった、分からなかった激しい宇宙の、しかもこういう細かい核心まで知ることができるというのが X 線の特徴なので、我々 X 線で天体を観測をしています。ところがとっても残念なことに、 X 線っていうのは実はここまで届くことができません。これはいろいろな光の波長、電波から光、可視光から X 線、ガンマ線までに対して、その光が空からどこまで降ってくるかと、降ってこられるかというのを描いた絵になります。可視光のところはこれ真っ青ですよね。これ地上まで可視光は降ってくることができます。大気を通り越して降ってきます。だから我々お月様とかお星様が見えるわけですね。電波も見られます。ところが X 線、この辺りのところはすごく高い山があって、ここのぐらいまでしか X 線入ってこられないんです。高度にしてだいたい100キロぐらい、飛行機飛んでるのがここですので、飛行機が1万メートルですかね、ずっと上のところで X 線は止まってしまいます。これちょっと不思議ですよね。人体は通り抜けられるのに大気は通り抜けられないんです。ちょっと不思議ですよね。これ実はちょっと難しいんですが、いろいろ光の波長によって分子と相互作用する、原子と相互作用する、それから自由電子と相互作用するというふうに、いろいろな理由で光はどこまで入ってこられるかというのが決まっています。
ですので、X 線は地表までしか届かないということで、我々必ずロケットかそれか人工衛星を使って空に望遠鏡を持っていくことになります。ですので X 線天体の発見というのはとても最近になります。1962年、まだ50年ぐらいしか経ってないんですね。最初に見つけた人がまだ生きてはるぐらいです。にロケット実験をしました。こんなちっちゃいロケットを打ち上げて月からの X 線を探そうとしました。ところがその時偶然サソリ座の方向にすごく明るい X 線源を見つけたんです。これ誰も予想していませんでした。でたまたまこの星が見つかったので現在我々 X 線天文学というのが発展しています。実はこの天体サソリ座 X1 という名前がついているんですが、今でも全天で一番明るい X 線天体の一つで、この天体じゃなかったら多分当時の技術では見つけられなくて X 線天文学は始まらなかったと言われています。とっても偶然始まりました。これその時 の年賀状だそうです。シーズンズグリーティングって書いて見つけたよという、こんな絵が今でも残っています。でこれでノーベル賞を取っています。2002年度ノーベル物理学賞は誰でしょうというと、皆さんまず思い出すのが小芝先生かと思います。小芝先生のノーベル賞飾ってあるそうで、私も後で見に行きたいんですが、小芝先生 と、レイモンド・デイビスさんは、ニュートリノ天文学というのでノーベル賞を受賞されました。だけど日本ではこうやって報道されたんですが、実はもう一人同じ時に物理学賞を取っていて、リカルド・ジャコーニという人です。この人は X 線天文学を、作り出したというのでノーベル賞を取っています。なのでこの2つの新しい天文学は世界人類の世界観を変えた天体物理学の研究分野を立ち上げた功績に対して与えられたということで、とっても新しい学問ということになっています。ではここから実際に X 線で天体を見たらどんなふうに違って見えるのかと、目で見える世界とどんなふうに違うのかというのを紹介していきたいと思います。まず身近な天体からいきましょうかね。これ、今日もビカビカに光っていますが、可視光で見た太陽です。皆さん見たことありますね。あんまり目では見ないでくださいね。黒点なんかが、これすごく黒点明るい時のデータを使っていますが、黒点なんかが現れてもほとんど毎日同じ明るさで光っています。これが太陽が今日は暗かったとか明るかったとかいうことになったら大変ですね。それに対してこれを X 線で見るとどうなるでしょうか。これは X 線で捉えた陽光衛星という日本の衛星なんですが、太陽表面の大爆発です。これ、1992年の1月11日で、数時間ぐらいのビデオなんですが、こうドカーンドカーンといっぱいそこら中で大爆発してますよね。こんなのも見ることができます。太陽でさえ X 線で見るとすごく激しい天体なんです。次にもうちょっと身近な天体、これいきたいと思います。これ何座か分かる人、誰か言って。んオリオン、そうそう正解です。オリオン座です。ちょっと季節違いますけど冬の星座ですね。これあかり衛星っていう日本の赤外線カメラで撮ってみるとこんな風になっています。明るいお星様ほとんど消えてしまって、ここはすごく明るいんですね。ここ実は星がいっぱい生まれている雲のところになっています。赤外線って我々の体も赤外線センサーで見えますよね。星と違って、こういうもうちょっと温度の低い雲のところで星は生まれています。ということで人間の目には見えないけれど、赤ちゃん星のゆりかごっていうのはこうやって赤外線で見ることができます。でこの中を X 線で見ると先ほどの太陽の爆発のようなものを見ることができます。ただし赤ちゃん星はものすごくこの大爆発も大きいんです。1コマ1時間ちょっとぐらいのビデオになっています。先までなかった星が突然現れたり消えてしまったりするぐらい、星全部が明るくなったり暗くなったりするぐらい一個一個の赤ちゃん星が X 線で光り輝いています。こんな風にとても激しい現象、赤ちゃん星というのはとても激しい現象で、大人になった太陽というのは先すごかったけど実はおとなしいぐらいになるというのが分かってきました。これたった100万歳ぐらいの星です。でこれピカピカして綺麗なので宇宙のクリスマスツリーなんていう呼ばれ方もしています。
さて次は星の死骸ブラックホールです。ブラックホールって皆さん聞いたことがありますかね。星が死んだ後もう潰れてしまって光さえも飲み込むブラックホールというので聞いたことがあると思います。で、光さえ飲み込んでしまうのでこれ電磁波出てこられないので絶対に観測することができないはずです。なんでブラックホールなんですね、黒い穴。だけどもしブラックホールがお隣の星を飲み込んでいたらどうなるか、これ想像図なんですが、見てきたわけじゃないんですが、こんな風に星が吸い込まれてしまうと、この時飲み込まれる星は重力エネルギーを解放します。で、その時のエネルギーを熱エネルギーに変えて X 線で明るく輝きます。ブラックホールは X 線で初めて観測的に見つかりました。これは小田先生という元理研の所長だった先生が観測したシグナス、白鳥座 X1 という天体です。ちょっとこの三角形は無視してほしいんですが、光の明るさがこれここからここまで4秒です。数秒の間にものすごく明るくなったり暗くなったりしているのがお分かりかと思います。これすごく早い時間変動なんですが、光は速さが有限なのでこれだけ早くついたり消えたりしようと思うと、すごく小さな大きさのものからこの光が出ていないと、この光の速さを説明することができません。なので天体は小さいはずと。それからこの星は横に青い星がいて、その星を飲み込んでいるんですが、その星の周期から質量は、太陽の10倍ぐらいというのが決まっています。なのでこんな重い質量がすごく小さいコンパクトな領域にあればブラックホールであるはずだというので、日本の小田先生がブラックホールを初めて観測的に発見したということになっています。それから大きいブラックホールというのもあります。我々の銀河系天の川銀河の中心にはブラックホールがあると言われています。これここにあるのは普通に可視光で見たお星様になっています。これがここにある見えない天体の周りをぐるぐる回っていると、これ、太陽の周りを地球が回っているのと同じように回っているんですが、これがものすごく早いんですね。これ1992年から10年ぐらいかけてこの星とかがぐるっと一周しているというので、この星のそれぞれの重さが分かったらこの真ん中の星の重さが分かるというので計算をすると、我々の銀河系中心にはちょうど300万倍、太陽の300万倍の重さの、天体がいることが分かりました。でその天体全然見えないし小さいところにあるはずなんで、これもやっぱりブラックホールということになっています。ただどのようにしてこんな巨大なブラックホールができたのかというのは未だに謎になっています。はい、次に一気に大きなところに行きたいと思います。と次は宇宙最大の構造銀河の集まり銀河団です。と我々の天の川銀河があるという話今ちょっとしました。天の川銀河っていうのは太陽みたいな星が10の9乗個何個だギガ10億個数えられない10億個ですかね 10億個ぐらい集まってできた集まりが銀河と言われる名前になっています。これは、ペルセウス銀河団というもので、これ一つ一つが、銀河になっています。銀河がいっぱい集まってますね、こっちとこっちに集まっています。あ、ごめんなさい、これ乙女座銀河団ですって名前は私ごめんなさい間違えました。これ220万光年というすごい大きな領域に数百個の銀河が集まってできています。これが銀河団と言われていて、宇宙の一番大きな構造の一つになっています。同じ銀河団を X 線で見てみましょう。そうするともっと温度の高いところが見えるはずですよね。そうするとこんな風になっています。ぼーっと光ったものが見えますよね。これ決してピントが合ってないせいではないんです。本当にこんなぼーっとした薄いガスが銀河団を取り巻いています。どのぐらい密度が薄いかって言ったら、 1cc 1センチかける1センチかける1センチのところに原子が1個ないぐらい 0.1 個ぐらいしかないぐらい薄いんです。地上にあるどんなすごい真空装置で真空を作ってもとってもそんな薄くなれないぐらい本当に薄いガスです。それがすごくぼーっとこう銀河団全体を囲んでいるということになります。そしてこのガスの重さ質量を計算することができます。これ明るさからどのぐらいそこにガスがあるのかという総量を求めることができて、それを計算するとなんと重さは
この銀河の星全部を集めたのの10倍ぐらいあるんです。ということは銀河団は銀河の集まりって言ってたけれど、実は銀河団っていうのは薄いガスの集まりで、その中におまけのように目で見える銀河とか、そこに入っているお星様とか我々がいるということになります。なので宇宙のものはすごく薄いガスでできていて、我々おまけなんだよということを X 線は教えてくれます。さらにここにこんだけのガスを閉じ込めるためには、ここに暗黒物質という、謎の物質が必要なことも分かってきています。はい、実は宇宙にある観測可能な物質、光って電磁波で光ってくれる、また重力波ニュートリノで光ってくれないと我々観測できないんですが、観測できる物質のうち7割から8割はこういう薄い X 線でだけ光るようなガスということが分かってきました。なので X 線天文学っていうのは実は宇宙の8割を観測できる天文学の手段ということになります。それからこれビュレットクラスターという不思議な名前の銀河団になっています。これ、色カラーで見えているのが先ほどから紹介している目で見える可視光で見た銀河団です。これ一個一個が銀河で、ここに銀河団が1個、ここに2個目の銀河団があります。可視光で見ていると2つの塊があるだけに見えるんですが、 X 線でこの銀河団を撮影したのがこの赤になります。なんかすごくこう何かを突き抜けていってるように見えますよね。これ2つの銀河団がドーンとぶつかって、小さい方のこの銀河団が大きい方の銀河団を突き抜けていってる最中なんです。これ銀河同士はスカスカなのでそんな簡単にはぶつからないですし、銀河の中のお星様というのはもっとスカスカなんで、これで星と星がぶつかって大変みたいなことはないんですけど、ガスとガスをぶつけるとそこでは衝撃波が生まれてこんなすごい形になっています。ビュレットっていうのは英語で弾丸っていう意味なんですね。ピストルの弾、まるでこれ弾丸が突き抜けたように見えるので、ビュレットクラスターという名前がついています。ちなみにお星様って銀河系の中でどのぐらいの密度であると思いますかね。我々の太陽系をだいたいスイカぐらいと思って、どんなプールにスイカが何個ぐらい浮かんでるかなと考えると、だいたい太平洋ぐらいのプールにスイカが 2,3 個浮かんでるぐらい、そのぐらいスカスカの空間です。なのでお星様とお星様がぶつかる心配はまあそんな心配しないで良さそうなので、我々のいる銀河団が他の銀河団に今ぶつかりに行きつつありますけど、そこはあんまり心配しないでください。銀河団ってすごく静かな世界に見えてたんですけど、 X 線でこんなぶつかってるところを見ると宇宙全体がすごく大きい構造でもやっぱり激しい世界なんだなというのが見えてくると思います。それからこれはペルセウス銀河団というものをもっと詳しく、X 線で観測した画像になっています。エッジ検出画像って書いていますが、特にどこかに衝撃波ができたりした時にそこを詳しく見られるようにした画像になっています。これも X 線で見た本当の画像です。そうするとこのぼーっと光っていたガスなんですが、実はここからたくさんの衝撃波が生まれていると、音波ですね。ここに巨大ブラックホールがいて、そのジェットが作り出す衝撃波が銀河団中をぼわっと走っているというすごいのが見えてきました。これここからここまで本当に光の速度でも何万年もかかるような世界なんですが、そういうすごく大きい世界の中にこんな音波が走り回っているというすごく激しい世界になっています。これ、割と最近の2016年に出た論文の画像なんですが、現在こんなに銀河団の中のガスがかき回されている。これ銀河団って宇宙の7割から8割を占めているガスですよね。このガスがこんだけぐちゃぐちゃにかき混ぜられているとどんなことが起こっているのかと、宇宙全体にどんな影響を与えているのかというのを知りたくて、我々は瞳衛星という衛星を打ち上げています。これ瞳衛星という衛星ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。2016年に打ち上げた、日本主導で打ち上げた X 線天文学の衛星になっています。これちょっと難しいんですけど、X 線カロリメーターというものを載せていて、エネルギー分解の光の色を見分ける能力ですね、これが従来の検出器の何十倍もあるということで、光の
プラズマ状態であるとか、それから運動学を詳細に調べるための衛星として期待されていました。で、いろんな他にも検出器が載ってたんですが、特にブラックホールだとか、後からお話しする超新星残骸、それから銀河団なんかを観測するのを主目的として、X 線ガンマ線で観測される高温高エネルギーの天体の研究を通じて宇宙の構造とその進化の解明を目指した衛星でした。で、全ての検出器は順調に稼働していくつかの天体を無事に観測したんですが、残念ながら1ヶ月後3月26日に音信不通となってしまって、機体の機能を回復することができなくなって運用を断念しています。これに対してはとても申し訳なく思っているんですが、現在この、リベンジミッションというのを頑張って考えて、実現しようとしています。で、瞳衛星が見た先ほどのペルセウス銀河団の、これはスペクトルというんですが、横軸が光のエネルギー、また光の色と思ってください。縦軸が光の明るさを示しています。そうするとある特定の色で光ってたらどんな元素があるか分かるって言いましたよね、最初に。そうするとここにたくさんいろんな特定の色で光っている場所があるのが分かると思います。これが FE って書いてますが鉄です。ペルセウス銀河団に含まれる鉄がよく見えてきています。それからこちらはこの辺りの拡大図になっていて、今まで見えていたスペクトルはこんな風になっています。どの光が明るいのかちょっとよく分かんないですよね、これだと。それが瞳になるとこんだけ細かく分けられて、鉄のいろんな特性 X 線の間にニッケルの特性 X 線も見つかってきました。こんな風にすごく詳しく調べられるようになってきました。で、これキャロライン・キルボーンっていう、NASA の、研究者の方なんですが、この方が、何十年もかけてこのカロリメーターと、検出器の開発をやってきて、このスペクトルを見た瞬間泣き崩れはったというぐらい美しいデータでした。さて、先ほどこれペルセウス銀河団、先ほどの音波でわーっとなっていた銀河団の、スペクトルです。さて、あれだけかき混ざってた、ガスがかき混ざってたらどんなことがあるでしょうか。ガスはすごい速さで動いているはずなので、向こうに行くガスとこっちに行くガスが混ざって見えるはずです。それぞれのガスがドップラー効果で光の色が変わっています。ドップラー効果って習った人半分ぐらいかな。救急車がこっちに来るときに音がちょっと高く聞こえますよね。で、離れていくときに音が低くなりますよね。あれは音波のドップラー効果といって、近づいてくるときと離れるときで波長が変わるからです。で、今このペルセウス銀河団の中のガスはすごく速い速度で動いているので、光もドップラー効果で少し波長が変わる、色が赤く X 線の中なんですが赤くなったり青くなったりして、その結果このエネルギーが少し変わって、このそれぞれの特性 X 線の幅が太るはずだとみんな思ってたんです。あんだけぐちゃぐちゃなんだもんね。ところが実際に測ってみるとほとんど広がってなかったんです。あんなに見た目ぐちゃぐちゃにかき混ざってるのに、なんでガスは実際には混ざってないんだろうと、すごく不思議な謎を新たに瞳は残して、残念ながら運用停止になってしまいました。この宇宙で一番大きなガスのかき混ぜ具合、これはぜひもう一度調べてみたいと思っています。じゃあ最後の、お話に移りたいと思います。次、星の壮絶な最後、超新星爆発の残骸と書いています。星というのはなんとなく、長い間同じ太陽のように同じ明るさで光って永遠に銀河のような形を作っているように思うかもしれませんが、実は星の中には大爆発を起こして死ぬものがあります。それがどのぐらい明るい爆発かというのを示してくれているのが藤原定家という人の日記明月記になります。この人は、100人衆偏差したのできっと有名でして、この人の日記の中に客星いにしえに現るの霊と書いてあります。昔は宇宙は永遠やとみんな思っていたので、突然星が現れとかそういうのはとても不吉だったんですね。なので彼は実際には多分ほうき星、彗星を見たんですが怖くなって過去の記録を洗って、この時はこんな悪いこともあったけどいいこともあったから大丈夫大丈夫と必死に慰めているという日記の一節です。その中にここにこれ突然知らない星が現れた例というので、西暦1006年5月1日に火星のように明るい星が現れたと。
昼間でもその星は見えたそうです。そして夜でもその光で本が読めた、それからその光で影ができたというぐらい明るい星が突然空に現れたそうです。それはびっくりすると思います。実際にはこれはある星が爆発して死んだ瞬間の彼らが記録をしたのだというのが分かっています。どのぐらいすごいエネルギーなのか。爆発エネルギーは10の44乗ジュール、もうわけが分かりません。日本の消費電力が10の10の26兆年分まだ分かりません。どのぐらいか。太陽はだいたい寿命100億年なんですが、100億年間太陽が出すエネルギーと同じぐらいのエネルギーで一瞬で爆発したというすごいエネルギーになっています。その結果、で星一つの重さってだいたい10の33乗グラムぐらいですので、ちょっと高校生ならこんだけの質量にこのエネルギーを投入したら秒速何キロで動くかってきっと計算できるよね。高校生一度計算してみてください。吹き飛ぶ物質の速度はだいたい秒速数千キロになります。これ時速じゃなくて秒速ですからね。むちゃくちゃに速いんです。でこれ当然超音速なので衝撃波を形成して中が超高温のプラズマになります。ですのでこれ温度が高いので X 線で輝くということになっています。でこの定価の星、1000年前に記録が残っているのは実は日本だけじゃなくって韓国、中国、エジプトなど20カ国以上に記録が残っています。でちょうど今1000年経ったんですが、現在こんな風になっています。まるでシャボン玉みたいですよね。今でもこんな風に X 線で輝きながら膨張を続けています。だいたい膨張の速度は今でも秒速3000キロ、中の温度は200万度、端から端まで光の速度で50年ぐらいというすごい大きなシャボン玉が宇宙にそこかしこにできています。これもちろん太陽が爆発したら我々飲み込まれますし、お隣の星でも飲み込まれちゃうぐらいの大きさなんですよね。なので、まさしく一つの世界が終焉したと言ってもいいすごい世界だと思います。ところが超新星爆発っていうのは死の世界だかというとそれだけではないんですね。星は死ぬ前に核融合でいろんな重元素を作っているというお話を聞いたことがあると思います。それを実際に爆発によってばらまいてくれるわけです。これはちょっと細かいので飛ばしますが、実際に宇宙にある水素をぶつけてヘリウムになって、ヘリウムから炭素を作って、それをくっつけて酸素を作ってというので鉄まで作るというので、宇宙の中でいろんな星の中でいろんな重元素を作ってくれています。これを爆発して宇宙空間にばらまいてくれるわけですね。じゃあどうやってばらまかれた元素を観測すればいいでしょうか。先ほどもお話ししましたように炎色反応っていうのは炎の中の金属が放つ光の色から金属の種類を調べました。同じように元素は熱せられたり X 線さらされると元素ごとに特有の色、 X 線のエネルギーの X 線で光ることがあって特性 X 線と言いました。これ X 線元素分析にも使われています。これが実際にティコの新星と言われる1572年に爆発した天体のスペクトルになっています。横軸がエネルギー、こちらがより青い波長の短い X 線、こちらが波長の長いより赤い X 線になっています。で上に行くほど明るいんですが、このようにある特定の色で光っているというのが分かります。これ元素の名前をつけていくと鉄、ネオン、マグネシウム、シリコン、ケイ素ですね、サルファ、硫黄、アルゴン、カルシウム、鉄、ニッケルというふうにパッと分かります。これだけいろんな元素が本当に星が死んだ時にばらまかれているということになります。で最新の研究というのはここに注目しています。この部分拡大しますとこんなふうにクロムとかマンガンというのが見えるようになってきました。これはレアアースというふうに呼ばれて、レアメタルと呼ばれたりするこんな元素も確かにティコの新星でばらまかれているというのが分かります。こんなふうに最新の成果というのはデータをよく見ることで初めて出てくる地道なものになっています。さて宇宙にばらまかれる重元素どんなふうになるでしょうか。これカシオペア A という名前の1682年に爆発した星の残骸です。これ X 線の酸素、カルシウム、鉄の特性 X 線で見るとこんなふうにいろんな元素がいろんなばらまかれ方をしているのが見えると思います。酸素って何だったかって空気とか水に含まれますよね。カルシウム、これ骨に入ってたり牛乳に入ってて牛乳飲みなさいと言われるわけです。そして鉄、これ我々の血液に入ってますし、それから建物全部鉄で、今作っていますね。
こんな風に我々に身近な元素っていうのが超新星残骸でばらまかれているというのが X 線天文学が教えてくれるメッセージです。ということで、私たちは星の子供だったということができます。まず星が生まれます。星が生まれた後、星の中で核融合でいろんな重元素を作って爆発でばらまいてくれる。それがまたどこかで集まって星になった時には、これ赤ちゃん星でしたね、星になった時にはそこに重元素があって、ひょっとしてその星には惑星ができて生命ができるかもしれない。そしてその星もいつか爆発して次の星になっていくというふうに、宇宙の星は輪廻転生しているというのが最近分かってきています。はい、これで最後の、トラペです、宇宙は決して冷たく静かな世界ではなくて、熱く激しい現象に満ちています。今日はほとんど紹介できなかったけど、ブラックホールだとか超新星残骸、銀河団、いろんな天体が熱く激しい姿を見せてくれます。ですので今夜夜空眺めるときには、ぜひ目で見える綺麗な静かな宇宙だけじゃなくて、見えないけれど激しい宇宙というのにもちょっと心を馳せてみてください。はい、これで私のお話は終わりです。ありがとうございました。